日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授、神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ。取り上げるのはこちらです。アメリカ政府、ウクライナに3100億円以上の追加軍事支援を発表。 アメリカのブリンケン国務長官は記者会見で、ウクライナに対し20億ドル、日本円にしておよそ3100億円余りの追加の軍事支援を行うと発表し、防空システムパトリオットのミサイルなどの供与を急ぐ考えを示しました。具体的には武器の供与のほか、ウクライナの防衛産業への投資、ウクライナがアメリカ以外の国から軍需品を購入する際の支援に充てられるものだとしております。 えー、ブリンケン氏は予告なしでウクライナの首都キーウを14日から訪れているということ、ゼレンスキー大統領やクレバ外相などとも会談をしております、まあ、あのアメリカは半年にわたってウクライナの支援パッケージを議会で議論して、はい、なかなか決められなかったんですけれども、はいまあ、ようやくこの、はいえー、6 億ですから9兆円規模の支援を決めることができたんですが問題はこう時間がその間ずっと経過をしてしまって戦況がこうどんどん悪くなって いるとで、はい、ゼレンスキー大統領も今や国外に出られない状況ということで、<ー>あの一刻を争う形で様々なこの防空システムとか、うん、あの支援をしていかなければいけないということで、まあ、緊急予算を組んでやるというのが今回のまあ、動向だと思います。うん、ただ、あの今あらゆる数字が良くないウクライナにとってですね。はい、良くなくて、これ戦争研究所とかがまあ出しているものをフォローしていると。うん まあ、ロシア軍、ウクライナ軍の双方の動員数、これもやはりロシア軍が、あの、勝っていますし、はい、まあ、使っている弾薬の量もそうだし、うん、あと、ウクライナがこれまで、えー、結構よくやってきた防空システムの稼働率、えー、迎撃率ですよね。うん、はい。で、これがやっぱりか、ね、下がって、 明らかにこのウクライナ軍の稼働は、えー、弱まっているし、まあ、動員もなかなかやっぱ損耗が激しくて、支えきれないというのが今の状況だと思いますので、この数か月間は結構大事な期間になると思いますねあ、まあ、あの北東部のハルキウのあたりというのが相当こう抜かれているという話は出てきてますもんね。えーまあ、ハルキももあれがそのまさに正面と捉えるのか、はい、もしかし そうするとそこにウクライナ軍を集中させておいて、その東部の他の戦線でさらに広げていくという、そういう同意の仕方をしている可能性もあって、ですねでここで少し力を弱めると、一気にあの東部戦線というのは崩れる可能性もあるというのが、今の非常に心配な戦況だと思います。ここれ、ね、あのどこまで兵器が 今現状として届いているのか。なんか一説にはもうすでに前線までは。 ねええー、ポーランドだとかドイツの NATO の基地などまでは入れていて、もう豪災が出ればすぐにも入るんだという話もありましたけど、これ実際どうなってるんですか、ね、これも実際に入って、それを実際に運用するっていうのはまたタイムギャップが生じるので、これまでもそうだったんですけれども、まあ、直ちにあの物がついてすぐにえ使えるという状況ではないということだと思います。であとやはりその支援兵器ってこうパッケージングなんで、やはりその防空装備があれば、 当然その消火器、重火器それ,それぞれの運用というのをセットでやらなきゃいけないし、うんはい、しかもそれを人形とかあのいわゆる線形を整えた形でやるということがあって初めてそのしっかりと戦場で使えるということなので、うん、やはりその、えー、ものが届くタイミングと実際にそれが運用できるタイミングというのは、はい、やはり数週間から数か月タイムギャップがあるとみていいと思いますね。でねこれあの あのウクライナに対して、まあ、そういった武器の支援だとか、以外にも能力構築の部分で、例えば戦闘機だったりとか、まあ、F16 などを供与するみたいな話も、えー、そういえばありましたけど、その後なんか聞こえてこないです、ね、あのだから、これが実際にどういう運用されてるのかっていうニュースがあんまり入ってこないので、ねはい、私自身もよくわからないんですけれども、じゃあ、劇的に何か、あのいわゆる。 あの、航空優勢とか、いわゆる防空能力にプラスになってるかとか、よく言われたのは少しこうスタンドオフ的な攻撃をしながら、ロシアの陣地のさらに奥まで攻撃できるような能力が増えるんだということも言っていたんですけれども、なんかそういうことは実際にはあの起きてない感覚があって、それはやはりこの、いわゆる地対地ミサイルとか、少しその射程の長いロングレンジのこの打撃能力みたいなのを本格的に入れないと、ロシアのいわゆるこの 陣地の後ろに攻撃していくっていうことがまだ全然できてないっていう状況だとは思いますよ、ね、うん、スタンドオフ、だから向こうの射程の圏外なんだけど、こちらは長い距離で撃てるという、はい、ようなものを使えば、まあ、それほどこう損耗なく攻撃ができる、えー、ということでしょう、ね、あのやはり今、あの陣地の中で本当にこの消耗戦をやってるわけですよね、そこであのまさに物量で勝るロシアが徐々にこのウクライナを押していくっていうことの、この状況を変化させるためには、はい 攻撃の仕方を多様化させなければいけなくて、一時期はこのクラスターとか入れて、はい、あの戦況を変えようとしたんですけれども、あんまり実は効果がなくて、<ー>でそうすると、やはりこの少しロングレンジのものを持って、うん、ロシア軍のこの陣地の波のですね、間とか、その後ろとか、そういったところを攻撃をするということをやっていかないといけないということだと思います。うん、でこれまであのアメリカ、ヨーロッパ諸国は、これはロシアの国境の中を攻撃できるレンジになるので、はい、あの戦線を悪化するということで、 慎重論が強かったんですけれども、えー、まあこの状況になってです、ね、そんな悠長なことをなかなか言ってられないと、えそれだけ戦況は今、深刻化しているととといいうことだと思いますねドローンなんかかどうですかドローンももちろん、あの今までも運用されてきたんですけれども、えー、やはりドローンもです、ね、これ、実はそのいわゆる策的とか ISR の能力があっても、はい、実際にこの火力をど、はい、運用してそこで使うということは限界があるんだと思うんですよね。なので当然あのそれはあの利用するべきだというふうふに 思います。けれども、最もやはりあの選挙を変えるきっかけになるのは、あの地対地のロングレンジミサイルだというふうに思いますね。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<laughs> え先ほど ISR という言葉がありました、これ、防衛白書によると、情報収集、警戒監視、偵察、それぞれの英語の頭文字を取った言葉そうですね、はいあの、インテリジェンスとレコネッサンス、えーはい、という、こういう言葉ですよね、ーサーベイランスというのをベスですけれども、まあそれで基本的には戦況をどれだけ正確に把握をして、まあその中で防衛をしたり、攻撃をしたりということの前提となる能力というのが ISR。 だからドローンはそういう部分では使っていたけれどもそれだけじゃなくて攻撃にも。 あの、ドローンにもいろんなタイプがご存知の通りなんですけれども、えー、あの、やはりこの策的とかですね、はい、その状況、戦況の把握ということにおいては、非常にこう、あの、重要な能力を果たしてきたということなんだと思うんですけれども、はい、じゃあ、ドローンもその、いわゆるこの大きさとか、まあ、はい、ペイロードって言いますけれども、どのぐらいのこの装備が積めるかという重量によって運用の仕方が変わるわけですよね。だから、このバイラクタルとか、ああいう、はい、あのところまでいくと、結構重いものを積めるんですけれども、はい、ただ、 あのプロペラ型のドローンが集めるものっていうのはあの本当にこの手榴弾の大き,大きいものみたいなものなのでそれを落として、まあ、戦車を動かなくさせるぐらいはできるかもしれないけれども、はいまあ、それ本当に大量運用しない限りにおいてはさほどこの火力の投射ができないというあ<ー>そういうい限界はもちろんありますちょっと脱線するんですけどドローンでそういえばお聞き,きしたいのが 横須賀の、あの、海上自衛隊のね、えー、出雲だとかの上をこう、ドローンが飛んで、うん、こんなの撮影できたぜっていうのが、なんかいろいろ上がってて、昨日、一昨日あたり、また、なんか、アメリカの、これ、駆逐艦なのか、あるいは急だと言われてますが、うん、なんか、正常機の上を俺は飛んでやったぜみたいなのがまた出てきたりするじゃないですか。まあ、あれは、あの、はい、本当なんだと思うんですよね。あ,<ー>あの、防衛省もそういう発表していると思うんですけれども、はい あの、多分、あの手の小型ドローンが撮影をして飛ぶということをさせないという、はい、その、その、なんか備えがちゃんとできてなかった事例なんだというふうに思います。だから、非常にちょっと恥ずかしいですよね。あの、あ<ー>出雲の看板の上を、はい、あの、着艦するようなルートで飛ばれてしまったっていうのは、えー、あの、で、それを、あの、撮ったぞみたいな形で、うん、中国のおそらく方が、はい、あの、自慢げに乗せるっていう状況は、あの、非常に、 安全保障上問題だと思います。うーん まあ、なかなかね、手の内を明かせないっていうところはあるから、こうじゃあ、どうして1か月かかったんだとかそういうのも、えー、なかなかね、あの国会答弁とかでは難しいんでしょうけど、ね、やはり、まあ、基地ももちろん衛星とかでも見られてるんですけれどもあそう、まあ、近接の,この、はい、やはりこのカメラ撮影っていうのは、やはり重大な問題なので、やはりこの対ドローンのさまざまないわゆる防御システムというのは、まあ、真剣に構築していかないといけないと思いますね防衛電波出したりとか、いろんな形ができるわけです。 さあ、ああ、そして、ええー、先ほどね、あの、ウクライナの情勢の話をしておりましたが、アメリカの支援と、そしてそれが半年間こう、ぐじゃぐじゃしてたっていうのは、<laughs> ええー、民主共和両党のせめぎ合いと、これ大統領選も近いし、うん、ああいう、こう、ことって、 っていうのが、まあ、起こりがちだとは言われますけれども、いろんなところに影響してきますね。そうですね。だから一番の良くないシナリオは、このまま本当に支援パッケージができなかった<ー>え。という形で、あの、アメリカがウクライナから事実上手を引くような状況になってしまって、まあ、あとはもうヨーロッパに任せたと。うん、え君たちの問題でしょう、みたいな形で、えー まあ状況が変化してですね。まあそれがウクライナ戦況、戦線を支えられなくなって、 で、ロシアが勝利宣言をするみたいな状況になると、結局はアメリカのコミットメント全体の信頼性が揺らぐという、はい、まあそこまでの危険性が多分あったんだということだと思います。で、なんとかこれ4月に取り戻して、はい、あの、立て直すという状況になって、で、トランプもそこまでここ、この問題を批判してないということなんですけれども、うんでもまだわかんないですよ。わかんない。ええー、どういうふうになるか。もちろん、あの、今回非常に大きなパッケージングをしたので、はい、あの、今年いっぱいということで言えばアメリカはあのしっかりと、 責任を果たしているというふうふに思うんですけれども、うん、まあ大統領選以降、えーまあ、もし仮にトランプ2.0があの起こった場合の対ウクライナ政策というのは、もしかすると劇的に変化する可能性があるということだと思いますうんこれ、ジボさんあの、直近もアメリカにも、ね、シンポジウム等々で行かれていたと思いますどうですか、この情勢というか、肌感覚というのは。あの まず、えーと、トランプは2016年ですか、あの選挙の時はもは、毎日のようにトランプの声聞いてたと思いません、はい、CNN とか ABC とか<ー> FOX とかいろんなところで、えー、視聴率取れたんですね、でアメリカのメディアは、これをやりすぎたという、はい、多分あの非常に強い反省があって。 今、非常にこうフェアな形であの大統領選を追ってるんですけれども今度6月27日からえ討論会が始まるんですねアメリカの大統領選のまあここから我々は毎日のようにトランプの声を聞く季節に入るということだと思いますいよいよ本格的になってくるというのが1つともう1つはですねやはりトランプ政権になったらどうなるんだろうということをみんな議論しているわけなんですけれども前回第1期のトランプ 政権よりもさらにその支えるスタッフというのは我々が普段知らない人たちによって指められるだろうということなのでやはりこの 未知数というか、不確実性が非常に高いというのが、はい、あの、今の心配する状況だというふうには思いますよね。うん。これね、あの、アメリカファーストでどんどん引いていくんじゃないかとか、いろんなことを言われますけれども、まあ、やっぱりコミットメントというか、あの、国際的な関わりっていうのは減る方向になるのは間違いないですかね。えっとト、トランプ大統領個人は、はい、あの、自分が、 やはり特別な人間であると。で、これまでバイデンもオバマもできなかったことを俺がやっているというところに自分のこの、いわゆる存在意義を見出すから、 あの、プーチンとも特別な関係を作ろうとしたし、はい、キム・ジョンともその首脳会談をしたりという、まさにこの、驚くべき外交をやるわけですよね。ですから、この一貫した政策がどこにあるのかっていうのは分かりづらいんですけれども、ただ、トランプの世界観っていうのは、アメリカファーストであって、はい、そして同盟国というのは、そのアメリカにこれまでただ乗りをしてきたんだから、もっと自分たちでやるべきことをやらなきゃいけないという、この価値観は多分一貫してあるんだというふうには思います。 ポイントはですね、はいあの、日本も防衛費を倍増させたし多くの国も自分たちでやらなきゃなこれをやればアメリカも認めてくれて、うん、しっかりと同盟関係を機能させてくれるっていうのが今のところの我々の仮説ですよね。はい、もししかするとトランプは我々が防衛費を増やたたんだったら、はい ったらあんたたちでできるでしょっていう可能性があるんだと思うんですよ。ああ、むしろハシゴはが外れちゃう。これね、台湾も気にしてるんですよ。台湾今一生懸命国防費を増やす方向に舵を切ってるんですね。はい。それによって台湾もちゃんとやってると。だからアメリカも防衛をしっかりやってくださいって言うんだけれども、<ー>トランプはそれを見てですね、ええええ、あれできるじゃないか、お前たちと。いう可能性があるということですね。台湾情勢、後ほどスクープアップの増し40分過ぎにまたお話しいただきます。おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さん。取り上げるニュースはこちらです。ロシアプーチン大統領が今日大統領就任後初の中国訪問。 ロシアのプーチン大統領が16日、通算5期目に入って初の外遊先として、中国北京を2日間の日程で訪問します。16日早朝に北京に到着したという一報が入っております。タス通信などが伝えております。 え、公式訪問を前にプーチン大統領は中国の国営メディア新華社通信の単独書面インタビューに答えまして、ウクライナ情勢をめぐって対話には前向きだと主張した一方、主張した上で、中国は問題の根本的な原因と国際社会への影響を理解しているとして関与を歓迎する姿勢を示しました。その上で、解決にはあくまでもロシアの国益が考慮されることが重要だという立場を強調しております。 えー、北京と東北部、黒竜江省のハルビンを訪れるということで、えー、16日早朝に着いたと、北京に着いたということが出てきておりますまあこの中ロ首脳会談で思い出すのは、はい、まあロシアが、えー、ウクライナをまあ侵略する直前ですよね、あ<ー>えー、そこで中ロ首脳会談を北京でやって、はい、まあそこであの無制限の、えーええ、両,両国間の協力を約束するという共同声明。 出して、はい、でそこで、えー、ロシアは、えー、ウクライナ侵略をして、うんまあ、中国にとってみると、はい、少しそれは計算外のことだった可能性はもちろんあるんですけれども<ー>中国の協力を取り付けるということはロシアにとってどれだけバックアップになるかということで今回の首脳会談も少し嫌なきな臭さを私は感じています。<ー>でどういううい文脈で嫌かというと、はい 一つは今、ロシアはウクライナ戦況優位だと思ってるんだと思うんですよね。で、あの、今、アメリカの支援のこのパッケージングが本格化する前の段階において、 できるだけ選挙を優位に進めたいという状況にあると。はい。で、ちょうど閣僚を変えてですね、一新させて、そしておそらくプーチンの意思決定がより迅速に決定されるような体制を作るということで、一つの仮説としては徹底的に全面侵攻といいますか、その侵攻の度合いというものをウクライナでかけて、はい、国境線というか支配している領域というのをさらに押し出した中で、 ウクライナとのその交渉に入るその仕組みを中国に支援してくれませんかということを言ってるんじゃないかっていうのは私の邪推ですねーいやーでもこれ今まさにその北東部のハルキウでどんどん攻勢かけている、うん、でそんな中で国防大臣がショイグから変わって、うん なんか経済閣僚みたいな人が今度国防省に就いたということですよね、えー、あれ、専門外の人が来たじゃんっていうのは、まあ、あのこれはロプーチンのイエスマンにしているっていうことだと思うんですよね、ですからあの、意思決定の、まあ、ショイグっていうのは非常に理智的な方で、はいあの、進行前についてもかなり慎重な意見を述べていた、パトルシェフに比べると、ショイグの方がやはりこう慎重派だったっていうふうに思うんですけれども。はい、パトルシェフっていう人は、安全保障会議の議長をやってた、ね、そ,そうですね、うんであの。彼はもちろん あのいろんなところで残留はするんですけれども、ただ、今回の閣僚人事を見ると、やはりプーチンの意向がより貫徹、えー、されやすい状況になったんじゃないかというふうに思います、で私の仮説は、これ、やはりあのウクライナの戦線拡大だっていうふうに思ってるんですよね、ーでプーチンはこの中国に行く前に記者会見の中で、はい、中国がかつて出した12項目の和平提案はいい提案だって言ってるん。 ですよ。ということは、はい、どこかであの提案のラインに沿って中国が和平の立役者として我々は認める。 えー、余地がありますよってことを言いたいんだと思うんですよ。で、その和平提案をどこでやるかというと、おそらく戦線を押し出した後でやるということで、はい、有意な形で、えー、ウクライナとの交渉に入らせるバックアップを中国から取りたいと。一人で言うと、それは当然、ウクライナ、西が全部反対されますから、でも、はい、中国がそろそろやめ時じゃないですかっていうことを、ロシアに有利な環境でやらせるっていうことを、やはりこう手打ちをするという大きな目的が、この首脳会談にあるんじゃないかなっていうの 私の邪ですねなるほどこれ、まあ、そういう,こう交渉する時、まあ、当事国同士がテーブルにつく前に、まあ、ある意味こうどっちかよりの中立的なところを同士でやる っていうようなことが言われますけどまあ、ある意味のロシアの代理として中国でこれウクライナの代理としてどこがというとやっぱアメリカになるんですかあのウクライナはおそらくその中国の提案自体はこれはもうロシア寄りすぎるということで、はい、そもそもリジェクトまあ、不快感を示しているわけですよねでウクライナは自らの平和の公式ということで、はい、基本的にはもともとあった主権の回復というのが前提なんですけれども<ー>中国の提案というのは直ちに停戦を するという、はい、で、あの平和的に解決するということを考えると、そもそも主権の回復ということに対する推しが弱いんですよ。うん、ということは、ロシアにとってより有利な提案をしているのは中国だということになります。で、あと、あの中国は今ロシアが経済制裁を受ける中で、まあ、急速にあはり経済関係を拡大しているわけですよね。はい、物流量お,お互いのこのあの輸出入量というのも、やはり大きくあの増えているわけで、エネルギーとか半導体とかも含めてですね。まあロシア ロシアを支えている状況ということになるとその状況を踏まえた上で、はい、中国をこのバックアップとしながらロシアはウクライナを見るとで、うん、ウクライナにとってもヨーロッパにとっても中国経済はやっぱり大事でしょうというところで中国が我々の立場を支援しているということは多分ロシアにとって最大の外交的なあの要素だというふうには思いますよね。でその直前に習近平氏は ヨーロッパを歴訪してますよね、はいえー、フランス行ってセルビア行ってハンガリー行ってと、うんあ。この辺もやっぱ俺たち経済では大事だろ って見せつけけくるわけですかそうですね、だからあの、ね、冒頭にいろいろ私が国際会議に出たっていう話をして、はい、まあ中国の方とも会ってるんですけれども、はいはうん、やはり中国が、いわゆるこのヨーロッパの戦後秩序というか、ウクライナ、ポストウクライナの秩序に積極的に関与するってことを口々にみんな言うんですよ。<ー>ということは、そういうふうに言う路線っていうのが、みんなの中で共有されているということで、はい、これは結構やはり共産党の上の方の、 方方針としてあの多くの方々になるほど、うんあの、つまり平和構築に積極的に乗り出す準備があるんですということを今言いたいんだというふうに思うんですよね。で、ヨーロッパの,あの訪問の目的は当然ウクライナもあって、でもう一つはそのヨーロッパにおけるその対中規制の緩和とかですね、経済出場を中国ともっとちゃんとやろうということだと思うんですけれども、はい、やはりあの中国の、えー、仲介の努力に対してヨーロッパに、えー、理解をさせたいと。はい いうことは大きかったと思いますよね。うんで、これ、あの、1ヶ月後には G7 の首脳会議サミットがあって、で、かつそのサミットと合わせるような形で、ええー、あの、スイスで、 ウクライナに関する平和会議が行われますよね。うん、ここに中国も入ってきたりするってことも考えられますか？あのあるかもしれないです。もちろん、うん、その中国は自らのあの最も良いあのグループの中で主張するということになると思うので、それはまずその中ロという二国間の関係、そしてあのブリックスのようないわゆるこの新興国同士の関係というところをまず大事にすると思うんですけれども、はい、でもあらゆる和平提案は相手がいるわけですから、相手が議論を始めようと言わ ななければ始まらないとでウクライナは今の段階では始められないとで当然それは選挙を取り戻してから始めるということになるわけですけれども。 でもできないじゃないですかと。うん、うまくいってないじゃないですか。しかも、どんどんその兵士もだ、まあ、あの、装備もですね、損耗してる状況の中で、はい、もう、もう戦うのをやめませんかみたいなことを、ロシアと一緒になって説得を始めるというのが、まあ、今は目論んでることではないかなと思いますね。うん。でも、それを受け入れてしまうと、今度はこの法の支配であるとか、もともとあった国際的な、こう、 ね、ルール、秩序みたいなものが、かなぐり捨てられちゃう。力による現状変更、OK よってなっちゃうってことですかそうですね。あの中国はだ大方針としては、はい、国連の下での国際秩序と主権の尊重、領土の尊重というのは大前提としてあるので、はい、ロシアの侵略行為は原則論としては良くないと思っているんだと思うんですよ。はい、ただ、もう一つの考え方というのは、中国とロシアともに世界の多極化を推進して、アメリカ、ヨーロッパ主導の秩序を多極世界に変 変えていくということは非常に大きな国家目標なわけですよね。はい、ということはその多極化の目標のもとで新しい秩序を中ロ主導で作れたということ自体は非常にプラスだということになるんだと思うので、これは G7 我々の世界にとってみると、極めてネガティブな話ですけれども、はい、まあこれ自体が今の国際政治の現実になっていく可能性はあるということなので、今回の中ロ首脳会談のトーンっていうのはしっかりとあの分析をする必要があると思いますね。はい そう考えると、返す返すもこの半年アメリカのパッケージが出なかったっていうのが、 大きく変わっちゃったってところで、ね、いや、大問題だと思いますよ。ですから、本当だったら10月、11月の段階で、はい、あの、パッケージディールが通れば、よりシームレスな形で武器弾薬がウクライナに提供して、おそらく戦線はより良い形で支えられたっていうことだと思うんですね。これ物理的にそう、そうだっていうふうに思うんですけれども、はい、結局この半年が大きな空白期間になったことによって、はい、中国とロシアに新たな あの、せ、まあ、先手を打たれてしまうという。まあ、こういう、こういう構造を与えてしまったという責任は大きいと思いますね。うん。それに対してアメリカが動かないときにどこも埋めることができなかった。これ日本も含めて、はい。後悔ということになりますそうですね。ただ、あの、パッケージ比は通ってるので、うん、この数ヶ月は勝負だと思いますうんうん、うん。なるほど。おはようニュースネットワークでした。では、ニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。 政府、脱炭素電源の安定供給に向け、エネルギー基本計画の見直し。経済産業省は昨日、諮問機関である総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会を開き、エネルギー基本計画の見直しに向けた議論を開始しました。 世界的に脱炭素の流れが加速する中、CO2 排出を抑える原発や再生可能エネルギーの電源構成上の位置づけが焦点となります。斉藤健経済産業大臣は、脱炭素エネルギーを安定的に供給できるかが国力を大きく左右すると強調しております。えー、電力の需要、これがあ伸びていく っていうふうに、まあ、議論がされているとということだそうですまあ今回あの、日本の電力需要の今後の中期的な見直しの想定を、はい、結構抜本的に変えたんだ、うん、ということだと思うんですね。はい、でこれまでは、えー、と日本は人口減少していくし省エネの技術も進んでいくということを考えると、えー、長期的に見ると電力需要というのはなだらかに減っていくと。右肩下がり、はい これまででの発想でだとするならばあの再生可能エネルギーとかこういったところの比率を増やしても電力需要を賄えるんじゃないかというのが一つの見通しとしてあったわけなんですけれども、はい、ところがその見通しを大きく変えたのが生成 AI とそ,の、えー、それに必要とされる デーータタセンターだとといいうことらしいんですよね、はい、でこのデータセンターのこの電力を食う量っていうのはものすごい大きくて、はいえー、であの我々のこのパソコンとか携帯とか手で触っていちいちのこの動きが全部データセンターに行ってそれで処理されるということを、まあ、これも本当に国民全体が今やっているわけですよね。はい、でさらにこの生成 AI のような非常にこう電力を食うあのシステムが伸びてくると、まあ、そこから一気に 電力需要が右肩上がりになっていくということで捉え直さなければいけないということはこれまでの電源構成の在り方とか、まあ、特にこの原発の再稼働とか原子力の比率みたいなところも含めて、はい、やはり現実的な数字として考えていかなきゃいけないなというのが今回の答申だと思いますね、まあ、しかもこの生成 AI にしろデータセンターにしろこう大量の半導体も使うと。はい これ、少しでもね、周波数の変調があると大変な音になるみたいなものがいっぱいありますもんね。そうですね。ですから、電力の供給量だけじゃなくて、はい、その安定性みたいなところがすごく大事だということです。であの 意外と今、例えば、アマゾンもそうだし、はい、あの、マイクロソフトもそうだし、主要のこのアメリカ IT 各社が日本にデータセンターを作るというのがあって、あと台湾の TSMC、これあの半導体大手ですけれども、はい、まあ、熊本に作るし、はい、さらに工場を増やすみたいな話もあって。第三工場まで作るみたいな、ね。そうですよね。つまり日本のこのインフラと電力に関する信用っていうのは結構大きいということがあって、うん、政府もこれに応えなきゃというところが、あの、非常に あるんだと思いますつまり電力の安定供給量自体が日本の次の先端産業の在り方を決めていくっていうのはその通りだと思いますねあ今まではその技術がどうだとかそういう話してましたけど意外とこの電力が下手をするとこうキャップになっちゃうと。はい あの制約条件になっちゃう可能性があるってことこですか、えー、先進国でもですね、はい、当然、停電はあるは、電力量の調整とか、あるいは最近は気候変動が起きてますから、季節によるまあ電力量の調整とか、結構いろんな問題があるわけですね。で、当然、このデータセンターっていうのは止めるわけにはいかないし、半導体工場もそうなので、じゃあ、どのような条件であったとしても、安定的に電力を供給できる国はどこかということで、日本が答えていかなきゃいけないというプレゼント なんかこの半導体だとかデータセンターとか生成愛だとかの話ってまあここまでは経済安全保障の文脈でまあやっぱりこう中国にデータ持ってかれちゃダメでしょとかそういうことでこう日本にみたいなことが言われてましたけど。 電力ファクターも大きいですね。大きいですね。あの、もちろんこのデータローカライゼーションというか、はい。あの、国民の特に、あの、重要な活動とか、重要インフラの活動に関する、そのデータ管理をできるだけ日本でやっていこうと。この動きももちろん理解できるんですけど、うんそれだけじゃなくて、やはり海外の有力企業の活動拠点とデータ自体を日本に持って誘致しませんかっていうのを、やっぱりあの、両輪で進めていくっていうことが大事なんだと思うんですよね。お 確かに私なんかが子どもの頃ってそういえば張り紙貼られててこの日この時間停電しますみたいなたまにあったりなんかして。えー でも、今ないっすもんね。あの、じ、実は2023年、去年の、はい、あの、電力消費量って結構急激に減っていて、ええ、あのあ、暑かったし、あの、だ大丈夫なのかな、はい、計画停電になるのかなと思ったんですけど、実はこのね、ええ、テレワークが終了したっていうのが大きいらしい。はぁ<ー>。<laughs> なるほど。人が外に出て、出るようになったということで、はい、つまりこの各家庭単位の消費電力の単位数っていうのはどうも減って、そこで制御できた とといいいうこと一旦落ち着いたらしいんですよねある意味のこうオフィスに行ってクールシェアみたいな話になったわけですね、えーまあ、それがでも今後新しい、はい、やはりこの AI 時代になってきてもう一度この山を登っていくように伸びるということでただその伸び,伸びる量っていうのがどう想定されてるかっていうとこの、はいえー、電力、えー、広域的運営推進機関がシミュレーションしてるんですけれども、はい、どうやら2030年代前半にいわゆる我々が2010年代に提供してる、えー していたような電力のレベルを出すということがまあ大事なんだっていうのはこのこのあたりです。ですからそのここ向こう例えば五年七年ぐらいの電力供給量で突然何か逼迫するということはどうやらないんですけれども、ただ二千三十年代後半の本格的 AI 時代に向けての電力供給量っていうのはもっと飛躍的に増えていくだろうってこういう試算なんだと思うんですね。なるほど。しかもそこで二千十年っていうのがね,ねあのまあ東日本大震災の前で、はい。 原発が、ああ。 今、稼働していたあの時代までいかないことには、まずはと、まず最初のステップを踏めないっていうぐらい、ね、そうですね、あの、一時期、あの原発の稼働は0%になって、はい、今、確か5%前後だというふうに思うんですけれども、今回の答申はこれを20から25っていうパーセントに上げていくと、あ<ー>まあ相当多くの、えー、原発を再稼働させていかなきゃいけないということで、今の厳しい規制をしっかりとクリアして再稼働するということが、<ー>やはりこう、 この求められるというこれ結構大事な政治プロセスだというふうに思いますねなるほど再エネではなく脱炭素っていうのが前に出てきているあ、ええ、そのあたりもなるほどという感じがします、はい お送りしております、o ッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、国際政治学者で、慶応義塾大学教授、神保健さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、続いて、この時間は、ここだけニュース。中国、台湾独立派を処罰する法的措置導入。 中国で台湾政策を主管する国務院台湾事務弁公室の陳貧華報道官は昨日記者会見し、台湾独立派を処罰する法的措置を導入すると明らかにしました。中国が独立派とみなす民進党の来清徳次期総統が来週20日に就任式を迎えるのを前に圧力を強めておりますが、法的措置の具体的な内容時期は不明となっております。うん もともとこれ2005年かなえっ、ー、と、<ー>反国家分裂法という法律を中国は作って、はいえー、台湾が仮にあの、独立をした場合には、はい、え非平和的手段、まあいわ、いわば軍事的手段でこの統一するという権利をえ中国を持っているという、こういう形であの相当圧力を強めるという構図があ,のあって、ただし、はい、その後このバイエキュ政権が出て、はい 中台のこの交流を増やして、平和的な統一を目指すという路線は歓迎して、それで習近平はバイエキューとシンガポールで会談するみたいな。うん、ありまね。まこういう路線をこのコーナーを合わせて台湾に対しては持ってたんですけれども、うどうやらこの民進党とは、あの、没交渉というか、交渉ができないということは圧力を強めていく路線であると。ただし、はい、今回の総統選挙で分かったのは、 雷政徳自身は実は国内政治基盤がそんな強いわけではないっていう、これはあの中国の,あの方々も私、会うたびに聞いてる話なんですけれども、はい、ということは立法院を見てみると国民党の勢力があるし、雷、はい、政権の方針を強硬化させることを止めようとする台湾。 の、うんうん、えー、人々がいるというのは中国はよく認識していると。という、<ー>そういうことは、新中派に対する厚遇と、逆に言うと、その、ここに書いてある、はい。えー、台湾独立さを処罰するという、この二面性の関係を明確化して、え、台湾の社会に対して圧力を加えていくっていう、こういうことだと思いますよね。ああ。 あの、総統選が1月にありました。それと合わせて、その、いわゆる国会議員と言われる立法院選挙があって、どこも過半数を取らなかったと。えー、ギリギリ50議席ちょっとで国民党と民進党が拮抗して、うん、で、キャスティングボートは、あ民衆党という第三党が握るという結果になった。この、なんか、 意思決定できなないい感じの国会になっちゃいましたよ、ね、あのこれは、なんか微妙なバランスっていう感じがあって、はい、で、大清徳さん本人は、今非常に、あの、抑えてると私は思うんですね。うんえー、で、つまり、自分の主張はおそらくあって、それは、はい、 蔡英文前総統よりもより強硬であると。はい、で、しかも台米関係を強めたいと思っているけれども、うん、それを全面的に展開できないような国内情勢にはなっているという意味で言うと、非常に微妙なバランスだと。で、中国はここをついていきたいわけですよね。うん、で、ただこの台湾独立を処罰するっていうことは、さ、はい。実は親中派にとっても嫌な話。 で,で、つまり香港もそうですけれども、やはりこの香港がかつて持っていた民主的な空間とか言論空間みたいなものが一気に弾圧されたわけですよね。で,ねで仮に今回この独立派と中国がみなす方々が、はい、例えばあの中国で拘束されるとか、あの渡航できないみたいな自由を制約されるみたいな形にどんどんなっていくと、えー、やっぱり 中国は台湾をこういうふうに扱うのかということが固定化させて、平和的な統一なんて本当にやりたくないねということをむしろ促進してしまうんじゃないかっていうふうに思いますよね。確かに台湾の中で世論調査をすると自分は中国人だって思う人ってもうほとんどかなり少なくなってきていて、えー、7割8割の人が自分は台湾人なんだという、うんうん、ある意味の台湾アイデンティティみたいなものを自然と獲得してしまったと。えー、北風と太陽で言ったら北風で言って大失敗みたいな感じでしょ。 あの国民党ですから、要は49年、はい、以降にこう体育から入ってきて、あの何て言うんですかね。台湾の政権の主流にいた方々も、これから2世3世になって、<laughs> はい、彼らもまた台湾化していくわけですよね。えー、そうすると、中国にあの色良いことを言う人を厚遇し、そうじゃない人を処罰するという関係性自体が、うん、実は戦略として成り立たない可能性があるわけですよね。台湾はやはり全体をやはり平和的な解決と。いうの はポジティブなことがあるんだなと本当は思わせなきゃいけないのに、はい、こういう形で処罰すると、法的措置を導入するみたいなことが、あの、もたらす台湾に対するネガティブな影響を、中国自身は十分に計算しきれてないんじゃないかと、私は思いますね。おお、これ、なんか、こうね、あのー、損失の国だし、うまく絡めてでやってくるんじゃないかみたいな、日本人、そう思いがちですけど、意外としくじってるんですかね。 ああはい、私たちはこっちを応援してるんですよということで、台湾社会の分断を招こうとしてるわけですけれども、うんうん、その分断自体は台湾が最もやってはいけないということをおそらく国民党側も持ってるってことがポイントなんだと思うんですよ。分断工作に対する警戒感っていうのは多分台湾の中のコンセンサスみたいな。 あの、ものになってしまって。はい、そう中国とこの、いわゆる平和的に対話を深めるという路線と、はい、それが、台湾の中の社会の分断を招くためのエージェントになってしまうということに関しては、これはいくら国民党といっても、これは止めるということなので、はい、このね、この法律は、あの、非常にこう、やっぱり中国にとってはネガティブな影響をもたらすと私は思いますね。なるほど。そう考えると、一方でそうやって中国が、 国民党に対しての悲喜の引き倒し的なことやると。うん、で、アメリカや、あるいはこれ、日本の一部もそうかもしれませんけれども、あの、民進党はとにかくこっち側を向いているから、もう、ラブみたいな感じでやるのが、悲喜の引き倒しになっちゃうかもしれない,っていうのその通りですか。だから、本当に中国が懐が深ければ、はい、やはり中国は来政徳と話すべきなんだと思うんですよでも、もちろん来政徳はと当初拒否するというふうに思いますけれども、はい、ただ、その台湾の現実で、彼がその台湾 台湾のその選挙によって代表する人であるということを認めて、台湾住民の意思を尊重するというのが前提ですから、両岸関係の、はい、その住民の意思というものはやはり来政徳にあるんだということをまず認めないとダメだと。ただし中国は原則として、はい、いわゆる急にコンセンサスというのがあるんですけれども、一、うん、つの中国原則と、そして台湾にはその二つの解釈がある、まあ、台湾自身の解釈があるというところだけは認めてくださいよということを言うんですけれども、うん、民進党は蔡英文時代からこの原則 自体を否定するというところから入っているので、はい、なかなかこの対話のプラットフォームというかこの原則が今、成立しないという状況になっているとということですねうんで、まあ、基本的にまあアメリカであったりとか日本も含めて現状維持なんだというところを言っております。これが じゃあ、例えばトランプファクターというものが来たときに、そこから崩れていったりすることってあり得るんですかあの、もちろんそこは一番心配しているところで、一応台湾の総統選挙があった直後にですね、アメリカは、 えっと、ジェームズ・スタインバーグとスティーブン・ハドレーという、はい、元共和党民主党の交換を台湾に派遣してるんですね。<ー>で、来世得になっていて、つまり、アメリカのこの超党派の意思として、 台湾に当然ちゃんとコミットしますと。うん、ただそのコミットというのは非常にこの落ち着いた形でや、やる方がいいですよと。だから極端な現状変更を台湾からするということになると、なかなか状態を落ち着けることは難しいということを念押ししたんだと私は思うんですね。その後、あの、静かなんですよ。アメリカも静かだし、はい、台湾も非常に静かで、えー、で、米中関係は少しずつこの、ええー、まあ、 なんていうか、戦術的であると思うんですけれども、安定性を取り戻すような動きに今なってるということなんですけれども、あの、根本的な部分は何一つ解,解決してないわけですよね。で、そこにトランプ政権が来て、静かな外交って一体そもそもなんだみたいな、うあの、ちゃぶ台をひっくり返すような台湾政策を取るようになると、まあ、あらゆることが、あの、起きうるということなんだと思いますね。お武器の供与を強めたりとか、 するかもししれないしもちろんそうかもしれないしそれがトランプ自身の頭の中では習近平のディールの材料なんだみたいなあのところで。 中米中が、まあま、一生懸命作っている、この一つの中国原則と我々の一つの中国政策ってアメリカ言うんですけれども、まあ、こういったところでお互いの政治関係を、その、まあ、確認しようとしたプロセスが、まさにそれを、その前提を、まるで重視しない大統領が出てくることによってひっくり返してしまうという、こういうことなので、やはり、なんて言うんですかね、我々が落ち着きどころと思っている常識を少し変えてみなければいけないというのが、トランプ政権あらゆる あの、領域で起こる現象だと思いますね。えー、ここだけニューススクープアップ。まあ、あ中大関係、そして、えー、米中関係というところをお話をいただきました。えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。